機材のチェック OK、 フロアの清掃 OK。 よし、今日も一日お疲れ様。君がうちのライブハウスで働き始めてどのくらい経ったっけ。どう？慣れた？うんうん、それは良かったよ。君が来てくれてから私もすごく助かってるからね。それにしても肝心のお客さんの入りがね。こんなんでイベント大丈夫なのかな。ん？そっか、君はイベントのことをまだ知らされてないんだ。もうこうなってば。それじゃあ私から説明するね。このライブハウスはもともとオーナーがこの辺りで活動しているガールズバンドを応援したくて作ったものなのは知ってるよね。それで今度ガールズバンドを集めたライブイベントをやることになったの。参加資格はガールズバンドであること。実力やプロアマは問わず、やる気があれば出演可能なんだけど、肝心のバンドからの応募が一つもなくてね。ライブハウスとしての知名度もいまいちな状況じゃ、まあ当然なんだけど、オーナーからはこのイベントを成功させてうちのライブハウスの目玉として今後続けていきたいから頼むよって言われてるんだけど、どうしたものかな。こんにちは。あ、誰？私、富山かすみです。はじめまして。やっとかすみに追いついた。まったく、本当に言うこと聞かねえやつだな。ちょっとは人の言うことを聞けっての。中に背負ってるのはギター？はい、私ここにいるみんなとポッピンパーティーっていうバンドをやってるんです。へえ、あなたたちがそうなんだ。練習の帰りにこのライブハウスを見つけたので突撃してみました。綺麗でかっこいいライブハウスですね。というか私たち自己紹介した方がいいんじゃないかな。私はしたよ。適当すぎだろ。さっきかすみからもありましたけど、私たちポッピンパーティーって言います。私はドラムの山吹さやです。よろしくお願いします。花園大です。リードギターしてます。市貝あゆさです。キーボードです。牛込りみです。ベース担当です。ほら、かすみももう一回ちゃんと挨拶しろ。私は富山かすみ、ギターでボーカルです。キラキラドキドキしたいって思ってた時にこのランダムスターに出会って、みんなとバンドを組むことになりました。バンドは毎日楽しいです。うん、高校生はやっぱり元気があっていいね。私は月島マリナ、マリナとかマリナさんって呼んでもらえると嬉しいな。このライブハウスのスタッフをしているの。ほら、君も自己紹介よろしくね。よろしくお願いします。ふむふむ、まさかここでポッピンパーティーのメンバーに会えるとはね。これはラッキーだったな。何がって、もうライブだよライブ。この子たちにうちのイベントに出てもらおうよ。急も何もとにかく出演者を捕まえないと。ほらほら、早速君から声かけてみてよ。ライブイベント？なになに、出たいです。かすみ早まりすぎ。もっと詳しく聞いてみないとわかんないでしょ。ってことで今の話もうちょっと詳しく聞かせてもらえますか。なるほどなるほど。つまり私たちにこのライブハウスがやるイベントに参加してほしいってこと。つか分かるよ。ライブイベントか。分かりました。私たちまだまだ初心者だけど頑張ります。安請け合いしすぎだろ。
しそうだし。まあこうなったらかすみは聞かないからね。出るしかない。ありがとう、助かるよ。ライブの練習にはうちの併設スタジオを使ってくれていいからね。え、ここってスタジオもあるんですか？すごい、ありがとうございます。なんか早速弾きたくなってきた。練習していい？